素晴らしい作品を。でもなんですけど、まあ。そう、ガスが結局抜けるから、まあ、プロマンって結構両方使ってこうやっちゃったりとかするんだけど、こういう感じにして、で、アンベラで、大体40g。40g。チューリップを詰めに関して、真ん中に。うん。ここに関して。あるんで、裏の方に積むようにしてください。で、真ん中に積めばいいことなんで、これが生地があって、これこのやつ。結構ね、生生地っていうかね、この状態で結構やりづらいんですよ。うん。で、これで。ゆっくり。で、これ菓子パンの生地だから、またちょっとやりづらいかもしれない。こういう感じで。もう一回やりますね。これを粉をまた使って、こんぐらい伸ばしていくと楽かもしれません。あとこれをペースしっかり、
で、これを冷やし生地、これ冷やしたやつ、どれだけ違うか比べてみて分かるんで。でも発酵がね、ちょっと遅れちゃうけど、これ冷やしてる生地だから、これだけ伸びるんですよ。綺麗にできちゃうんですよ。伸びるし、これ冷やし生地ね。で、これで、で、あの特徴があって、あの菓子パンだとここをゆっくり巻くだけ。あとゆっくりゆっくり、あんまり巻き込むとね、横にね飛び出てきちゃうんでね、気をつけてください。あの飛びちゃうんで、横にピヨンって。それでやってみてください。全然やり方、あのもう違うじゃん、全然違う、全然違う、やりやすいっしょこれね、あと箱を取ってくるやり方も、さすが教えないことも教えるすごいっすよ、やりやすいやり方、うんうんうん、やりやすいでしょ、やりやすいです。だからね、俺障害者教えてるから、はい、障害者の人ってね、手元がどうしても時間かかっちゃうから、今まで ね、使いづらいんですよ。だから、ね、少しスピードがないから、はい、やってる間にベタ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 しちゃってね、はい、生地が荒れちゃうんですよ。全然やりやすいでしょ。全然やりやすいですね。こうやって冷やすと伸びるようになるんで、はい、それを見てくれる。優しくくるくるくる。でもこれがやったら子供もやりやすいから、うん、だから消えた生地をわざとやってもらうんですよ。はい、うん、確かにこっちの方がやりやすい。やりやすいんです。だからお子さんとか、手が遅いというか、はい、慣れがない人なんかは、はい、やってもらった方がいいですね。はい、でベタつかないから、はい、気泡もできないんですよ、うん、結局ベタつきが気泡になるから、はい、だから粉もそんな使わないし、はい、うんうん、確かにね、はい、一石二鳥なんですよ。結構冷やしてやったら、ね、全く違っちゃうんで、もしあれだともう一回締めたらでもいいし、これ奈良巻き、仕事では奈良巻きやってるから、奈良巻きもちょっと、まあ、竹の
そっち、ここら辺で寝るような感じ。このままやってもいいんですけど、まあ、切っちゃってもいいし、ちょっと量少ないんで私全部やっちゃいますね。でこのまま焼いてもいいんだけど、ちょっと編みたら切っちゃいますね。そうするとある程度安定するこれが、ね、まあ、少しバー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 つって開けよう。全体的に入れてくるしてね。そうすると横とか横にしてあげて、あと釜に入れます。これもちょんちょんちょんって持って先っちょで、なるべくこの下を持つように。そうすると上もそここうなってるから、ここを持つと八の字を八の字か。こんな感じでやってみてください。もう一枚編むんで、
何するパン教室なんてないですよ。そんなネーミングのパン教室ないですあんまり利益とか考えてないこれも転がりやすいから気をつけてください。ハケ先をうまく使わないと転がっていっちゃうから。ちょっとやんねえと転がるでしょ。転がります。ね。全部やっちゃってください。もうちょっと下を持つんですよ。もうちょっと下、下の方を持つと力の加減がうまくいく。まあちゃんと寝ればいいです。ね、理屈どこかで寝ればいいんだから。綺麗に。こうしちゃったの。こう。こう、わかる？うん。こうじゃなくて、こう。まあ、それをすることで優しくできるから。ね。なるべくしっかり。そうだよね。まあ、そうですね。この色も。で、これも、これも目を向くとき、ちょっとねじって。油塗ってあるんで。ちょっとねじって。そうそうそう。